こういうインスタライブであの健康相談で、はい、本日で7回目になります。はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ですが質問に参りますね。はい。はい。えっ、ー、とまずはあの。 えー、揃えた方がいいというものなんですけども、うん、準備するものですか準備するものだとサークルはあった方がいいいと思いますよ、ねはい、あの今、えーと、ワンちゃん、猫ちゃんを迎え入れた時に、えー、ずっとおうちに、まあ、どなたかがいらっしゃって見てるっていうことがなかなかできないあのこう環境だと思うんです例えばお仕事とか学校行かれたりとか。 そうすると、その中でやはりこう目の届かないうちは入れておいて何か事故があるということを防ぐというのが一番いいいと思いますあとは、もう一つがです、ね、サークルを入れ用意するあもう二つかなあのサークルを用意する利点が一つは遊ばせすぎてしまってです、ね、あの子犬子猫が疲れてしまうということがあると思うんです。あ<ー> <laughs> 1>, うん、であの1週間とか10日ぐらいです、ね、迎え入れてからすぐあの具合が悪くなるということがありますのでそういう意味ではあの初めての環境のところであまり無理をさせないで、えー、おうちに迎え入れるということで、ね、サークルというのが必要かなと思いますもう一つが最後にです、ね、あのトイレのしけをするのに特にワンちゃんなんですけども、ね、サークルがないと、えー、不便になることがあります。 うーんサークル用意してると例えばあーサークルの中に、えー、とベッドとあとはトイレを用意していただくそうすると自分の寝床を汚すのが嫌なのでやっぱりトイレにしますよね、うん、それが野、あのー、放しでフリーにしてるとどこでももうあのおしっこ打ちしちゃうことがありますのでサークルを用意していただいて、うん、適切な時間、遊ばせてあとそれ以外は、はい、あーサークルの中に入れておくとトイレができるようになると思います。なるほど サークルってどれぐらいの広さが必要なんですかそうですね、あのー、迎える犬によってちょっと違うと思うんですよ、うん、もうチワワを迎えるのかゴールデンを迎えるのかであの全然違うと思いますので、うん、あとはあ、その中にどのくらいこうなんでしょう、ね、入れておく、あのー、こうお留守番をさせていくかによって違ってくると思いますので、まあ、少なくても体があの反転できる最低限の、うん、広さというのは必要だと思います。うんうん ま、迷ってたら2匹,か 2>, <laughs> 2匹飼っちゃえばいいんじゃないですか<あ> <laughs> 犬も猫も <laughs> 楽しいと思いますけど <laughs> 楽しそういっぺんにってでもなんか大変そうですけどまあ犬は犬猫は猫のいいところがあると思います例えば猫だったらば、あのー、猫があいいお家というのはやはり、あのー、留守がちなお,家のおこうこの状況あとは 例えばいらっしゃってもなかなか散歩に行けないような方だったらば猫というのはやっぱり重宝すすると思いま猫は犬との大きな違いは散歩の必要性があるかないかだと思いますのでうすねなので、東京でなかなかですね都会で生活するにあたって朝から晩まで仕事なんて言われるとワンちゃん、かわいそうな気がするので散歩も行けないとおでまで猫の方がいいかなと思います。なるほど はい逆にあのえっ、ー、と若い方がいらっしゃって散歩をいつでも行けるよとかですねあのワンちゃんと一緒にこう散歩するを目的に買われるんだったら本当にワンちゃんがいいと思いますよねやっぱりワンちゃんがいたら一日最低一回は散歩が必要、うん、そうですね一回か二回は散歩が必要だと思います、うん、その散歩の目的もまあ散歩と言ってますけども例えばえっ、ー、と犬の運動というのがまあ 大きな目的になってきますけどもそれ以外にも例えば、チワワなんかあじゃあ家の中だけで運動できるからいいんじゃないですかという話を、えー、よく、えー、質問で受けるんですけどもやっぱりあの犬の社会性を身につけるためにも散歩をしなければ、うんえー、いけないと思うんです、うん、お家の中だけだとです、ねまあ、引きこもり状態になってしまっていざそ外に出た時知らない人知らない犬に会った時にもう怖くて吠えてしまうとかですね なかなかこうコミュニケーションが取れないようなワンちゃんになってしまいます。うん。それ考えるとやっぱりあの外に連れ出していろんなものに、えー、と鳴らしてあげるっていうのもいいと思います。なるほど。はい。あとは散歩は犬にとっても必要ですけども人にとってもやっぱりいいと思うんですよね。うん、あのご年配の方が無理のない範囲で、えー、ワンちゃんと散歩するというのもやはり足腰とかいろんな意味で。 まあ外に出るということでしょうかね、年配の方もあのお家の中でずっと何もしなくてこうやることがないなよりもワンちゃんがいることであ外に行かなければいけないという、なんでしょう、義務感というか、そういうのも出てくると思いますので、うん、そういう意味では人と犬にとっていいいと思いますな<る>あのそれぞれ長所お、短所があると思います。 例えばあのペットショップさんでですね、あのー、選ばれるという時に一番の大きなメリットはいろんなこうワンちゃん、猫ちゃんを見ることができるという,う,こう利点があると思いますなのでまだ選択肢がこのどのワンちゃんを買おうかなとか猫ちゃん種類があの決まってなければ、うん、そこで比較して、えー、購入するというのができるかなと思います。うん うん、ただペットショップの欠点はあのワンちゃん、猫ちゃんのお父さん、お母さんを見ることができないので<ー>なかなか将来像があの想像つかないできないということがあります。なるほど、うん、例えばチワワといって何でしょうねチワワの皆さんの,あの頭の中で2キロぐらいかなと思っても<ん>4キロ5キロになる子も中にはいるかもしれませんし。お うん、逆にあのちょっと小さいのは怖いから少し大きい子がいいなと思っても、はい、お父さん、お母さんが小さいとやはり小さくなってしまう傾向がありますのでなるほどそうなんですねそういう意味ではペットショップであの購入するあのデメリットとしてはやっぱり親が見れないので、えーはい、どうなるかっていうのは育ってみないとわからないっていうちょっとと不安なところもあるますなるほど、うん、あとはですね、はい、ブリーダーさんというのも選択肢の一つなんですけども。 ブリーダーさんのいいところは研修が決まればもうその特殊した犬をあの出している犬舎なんかに行っていただければです、ねえー、とその専用のというか専門の,あのワンちゃんを作っているので研修、えー、に対して詳しいこう情報が得られると思いますしあと親もあの状況によってはですね、お母さんないしお父さん見れると思いますのでそうするともう将来像が大体分かりますよね大きさもそうです、あとは性格もそうです。 うん、はい、さっきの今グレートで言いましたけども、グレートでもですね。やはりあの性格がこうおっとりした子からですね。ちょっとこう、あの激しい子までいます。やっぱりそれはうん、うん、あの、そこの飼育環境と。えっ、ー、と、お父さんお母さんっていうのも十分ですね。あの影響すると思いますので。それは、えっ、ー、と、ブリーダーさんのこう利点かなと思います。なるほど。うん、ただ欠点はブリーダーさんは、やっぱりそんなに多くの犬種を、あの、なんでしょうね。 えー、繁殖はしてないと思いますのでそれこそ専門性が高ければ高いほど、うんえー、なのでもうなあっちもこっちもというよりはもうこの犬種と決まったらばあ選べる利点かなと思いますブリーダーダさんはあとはそうです、ねえー、と保護犬でしたっけシェルターとか、はいうん、シェルターとかあのおおーもうすごいいいと思います。 はいあのー、やはり今あ、動物管理センターとか保健所とかで,です、ね、殺処分を極力こう減らしましょうという、あのー、コンセプトで動いてますのでうん、うん、そうすると、あのー、なんでしょうそういう子たちをです、ねまあ、助けてあげるという意味ではあのー保,護犬えー、保護猫はいいと思います。うんうん うん、ただじゃあ、それが全ていいかというとあの気をつけなければいけないところもありまして、うん、例えばあ保護猫保護犬、えー、で子犬とかだとですね、はい、あの寄生虫を持っている可能性があるんですね。犬、犬犬,犬同士猫猫同士に移るものもあれば人犬、えーあまあ、猫、人とですねあの人に感染してしまうものもあるので、うん、そういう意味ではあのー、そういう、えー、寄生虫の対策というのが。 必要になってくると思います。あ,<ー>あとは気をつけなければいけないと思います。なるほど、あとはそうですね。あのー、例えば政権を迎え入れるときにシェルターとかで、はい、どういう経緯で、そこのシェルターにこう引き取られたか、保健所に引き取られたかっていうのも、あのー、重要になってくると思います。 うん、例えば、あのえー、政権が保健所に引き取られるというのは飼、まあ、えなくなったというあの話もあるかもしれませんし飼い主さんがやはり初期の頃に飼、うん、い方、扱い方をちょっと間違えてしまって、うん、人の手に負えなくなってしまっていくような子がいるかもしれません。うんうんうん うん、そうすると初めてワンちゃん飼う方があちょっと大きいワンちゃんで見た目だけで判断してしまうと、うん、実は扱いきれなくなってまた戻してしまうなんてこともあるかもしれないです。なのでそういう何でしょうねあのいろんなことを考えながらあまず場所を選ぶもしくはその犬、うん、種を選ぶ猫種を選ぶというのを考えていただいて、うんえー、よくよくどこからこうあのそういう子たちを連れてこようかなと思っていただければと思います。 なるほどちなみにセナ君はどちらから,からんか、うん、セナ君はですね練馬区です,、ね、です <laughs> <laughs> 東京ですか <laughs> <laughs> 東京出身ですあの僕仙台ですけれども都会以降ですごくより、えー、都会以降で, <laughs> でもきっとのびのび仙台で暮らしてるんだろうな, <laughs> そ,うなそうですね <laughs> 邪魔しながらみんなに怒られながらですね <laughs> あのちょっとあの頭体がでかいのでどんな性格ですか あ、もうおっとりしてます。あ、そうなんですね。はい、もうおっとり、もう。見たらかっこいいですけど。<laughs> はい。おっとりもうおっとりです。ええ、かわいい。買ってみないと、そういう性格はわからない。あ、でも。そうですね。佐藤さ,<だ>さんを見れば。うん、うん、そうですね。ただ買ってみないとわからないというのもありますけれども、飼う前に、先ほどちょっとあったかな。あの、ワンちゃん、猫ちゃんがいいですかの話に少し戻りますけれども、お家の家庭環境が、例えば。はい 家族の方が、えー、とご高齢の方なのかあとは小さいお子さんがいらっしゃるのかうん、うん、もしくはもう高校生とかですね、もう運動できるようなお子さんがいらっしゃるのかでですね、やっぱりあとはお家がどのぐらいの広さかなんかでもしワンちゃんの場合なんかはそこで選択肢がこうか、うん、こう限られてくるもしくは考えなければいけないと思います。なるほど。 例えば、年配の方がですねあのあとセントバーなどが欲しいって言って憧れて大型犬がいいわなんて飼ってしまっても <laughs> あの散歩するのにです、ね、引きずられてしまってはやっぱり難しいいと思いますあとは若い方がですね大型犬を飼う、まあ、憧れて飼ういいと思うんですけどもそれなりにやっぱり費用かかるんですね。うんうんうん ごのあの料金もそうですし、うん、あとは予防なんかも小型犬と比べるともう何倍となってしまいますので、はい、そういう、うん、経済的負担をです、ね、考えつつあの、うん、自分がこう世話できるそれこそあの大きな病気がなければ10年以上付き合いがあると思いますのでうん、うん、そうですよねそ,、うんうん、それを考えて選択ししていいいただくのがいいでしょうねそういった相談も動物病院にしに行ってもいいものなんですぜ、ねはい、いいぜひ,ぜひ、あのー。 買ってしまってですねあらまというよりはぜひぜひあの各チームホープの先生方にですね相談いただいて、えー、とこういうワンちゃん欲しいんですとあ、まあ、ワンちゃんだったらですけどもこういうワンちゃんが理想で欲しいんですでうちの状況条件、状況はこうですと言っていただければ例えばあいよろしいんじゃないでしょうかとか逆にですねその研修はちょっと難しいけどこっちにしたらどうですかとかいろいろアドバイスが、はい、できることがあると思います。 ちななみになんですけど、はいはい、うちはあの夫婦で2人で住んでるんですが、はいはい、昔飼っていたので芝犬と暮らしたいっていう願望がすごい強くて、はい、いるんですけどどうですか、はい、性格的にとか。あ日本犬なので芝に限らず日本犬はあの神経質な子が多いんですね。う 性格、検証を理解して飼っていただければあの楽しいんじゃないでしょうか特に柴犬今、人気ですのでね。はい ただ、千葉県ですとある程度、運動量が必要ですしあとは東京ですとお家の中で飼われることが多いと思うんですそうすると、うんあのー、抜け毛がすごいと思うんです毛が抜けるのが、柴だとうそうするとそこでこまめなシャンプーなりブラッシングはできるんですかとそのワンちゃんにかけれる時間はあるんですかという話になってきますよね。 はい、もうあそういうアドバイスができるかと思います。ありがとうございます。うん、はい。ちょっとまた個別で。<laughs> <laughs> ぜひ相談していただければと思います。<laughs> はい。ありがとうございます。そしたら質問いただいてましたりかこさんですね。ありがとうございます。はい、もうすぐ17歳になる猫ちゃんなんですが、最近関節炎。 でサプリも試してみたいのですがおすすめはありますかっていうようなそうですねもう、もうサプリは今すごいいっぱい出てるのでうーなかなか難しいところもあるんですけども、うん、サプリの名前とか言っちゃっていいんですか <laughs> 例えばサプリメント使うのもそうですけども関節炎でサプリもそうなんですけどその他のこと例えば体重なんかどううでしょの関節炎があるで高齢でということでサプリっていうのも1つなんですけども例えば、その子がですねすごい太ってるとやっぱり足腰に負担かかりますよね。うん なので、サプリをこう選択する前にその体重がいかがかなという話にもなってきます。いくらいいサプリ使っても体重が重ければですね。やっぱり気は悪いですよね。ねはい、はいうん、うん。なので、サプリはうんあのいっぱいありますので、えっとそれこそあれですね。あ、そのホームドクターの先生に紹介してもらうといいと思います。うん、特にあの猫そうですね。特に猫は。 飲ませるのが大変食べさせるのが大変というのがあると思います犬と違ってですねワンちゃんと違ってあの何かおやつに混ぜてすぐ食べれるかと。 いうと匂いに敏感だったり、することがありますので。はあ、あとは大きい形状のものはやっぱり飲ませにくい、食べさせにくいっていうのがあると思います。うん、なので、その今ご質問にあった猫ちゃんがどのくらいのサイズの子か。あとはそういう食欲に対してどのぐらいこう、あの勢いがあるのかで。使って、使う選択肢のサプリって違ってくると思うんですよ。なるほど。うん、なので。三キロみたいです。あ、三キロですか。じゃあ、あのー、なでしょうね。 また、それも三キロって言われて、難しい話なんですよ。<laughs> こ,こんなちっちゃい子の三キロなのか、こんな子の三キロなのかですね。<laughs> なるかそうそうそう、ね、だからですね。んすねうん、あのー、一つはですね。えっ、ー、と、猫ちゃんの脇のところに肋骨が走ってるんですけども。えー、背中から、お腹の方に。はい、その肋骨がですね。あのー、ちょうど皮一枚か、ちょっと脂肪があって、あのー、なんでしょう。肋骨がコリコリって触れるぐらいがちょうどです。うん。 ん、これが太っちゃうとですね肋骨のところにお肉ついちゃって触れなくなっちゃうんですそうするとあらちょっとこの子は太り気味かなという判断にもなりますので 3kg だと普通の猫ちゃんだったら問題ない中肉中性ぐらいなのかなと思うんですけどもそういうのも指標にしていただくといいかもしれないですね。 えともう、触らせないのがいいんじゃないですかね、もうドントタッチで。<laughs> あのよく僕もあお話を聞いて、ですね初めてのワンちゃんが飼、えー、いましたという方には、皆さん家族連れで来られること、はい、もしくは、まあ、お母さんと子どもさんが来られることがあるんですけども、家族構成、何人でお住まいか、あとはお子さんがいらっしゃったら、もう何歳かまで聞きます。うん その意味は例えば今のお話でですねお家に来た時に、えー、とよくありがちなのが、えー、もう嬉しいんですねお子さんは、うん、のちっちゃい子ですね可愛い,いのがもうこちょこちょっと動くとですね、うん、であのー、それでいけないのがワンちゃんと遊ぶじゃなくワンちゃんで遊ぶになっちゃうことがあるんですよなるほどはいでそれで例えば3歳5歳7歳のお子さんがいらっしゃって、えー、1人まあ 5分遊んだとしてもですね、それで15分ですね。うん。で、それが1日複数回になってくると、かける何回、ダンプになっちゃって、ワンちゃんがですね、休まる時間がなくなってしまうんですよ。うん,うん。で、先ほど、まあ、ちょっと、振り、あの、先に戻りますけども、えーと、絶えず、こう、ワンちゃんがもう疲れて寝たいなと思ってもですね、やっぱりちょっと遊ぼうって言われると、遊んでしまうのが子犬なんです。うん、それで、10日とかですね、まあ、1週間10日すると、 疲れが出てしまって、えー、食欲不振、まあ、ご飯食べないとか、まあ、お腹を壊したりとか吐いてしまうなんていうことがあります精神的に来てしまって疲れてなのでサークルがあるともうそこのサークルで入れてもう出す時間は何分よとお母さんが言っていただくと<ー>まあ子犬のためにもいいと思いますので<ー>まず来たらあまりこうあカチャカチャさせない触らないでですねもうおとなしくこうケージの外から見てるのがいいんじゃないですかね もしあのサークルの外にもちろんあの1日何回か何分ずつかを出していただきたいんですけども出す時にはちゃんと、はい、あのお父さんお母さんがそばで見てていただいて、えー、ワンちゃんで遊ぶにはならないようにしていただくのががいいいいとと思まますすなるほど、はい、ありがとうござルルールはです、ね、決めた方がいいと思います。 でどんなルールがいいかというとです、ね、そのおうちに合ったルールがいいと思います。と、うんうん、いうのはワンちゃんを中心の生活ではなくワンちゃんがお家の方のです、ねあのー、様々な生活に馴染むようなルールにしていただかないとだめだと思います。 うん、うん、例えば一例で言うともう朝ですね。あのー、もう6時にお腹空いちゃってですね。ワンちゃんがですね。わんわん泣いててですね。そこでご飯あげてしまうと、もう6時にですね。もうご飯が泣けば来るもんだと思ってしまいますよね。なるほど。うんで、あのひどい方だとですね。まあ、ひどいお家だとえー、6時が次の日には5時5時半になってまたですね。何日後かにはですね。5時になってもうですね。うん、夜寝れないっていう相談を受けることあります。えー うん、なので、ワンちゃんがお腹空すいたからご飯をちょうだいと言ってご飯をお家の方があげるではなくもうお家の方が今日はこの時間に起きたからワンちゃんに今日ご飯をあげましょうというですねお家の方の、まあ、こうでしょう時間とかルールに沿ってあげていただかなければ不幸になっちゃいますよね、お互いにワンちゃんも家族の方も、うん、そうするとワンちゃんをせっかく買って楽しいなっていうのが 楽しみ半分以下になっちゃうと思います苦しいになっちゃうと思いますうん,うん。なのでっとワンちゃんのルールは、えー、お家の方のルールに、えー、沿ってやっていただければと思いますなるほどはい。食事は何時とか、うん、散歩も何時みたいなのを 家族のこうルーティーンの中で決めてはいそうですよねうんあの早い家族早起きの家族だったら別に六時でも五時でもいいと思うんですただあの八時とかですねあのちょっと遅めに起きるような家庭だったらはそれにあのあってあの従ってもらうのがいいと思いますしなるほどなるほど、うん、あとはあれですねルール決めってあの言っててもうん最後えっ、ー、とだいたいですねあのお母さんが全部する世話するようになるんですよ。<laughs> <laughs> あの時あの子供はやるって言ったのにってあのよくぐちぐちぐちられます <laughs> なのでそういう意味ではですねあの例えば散歩はあの何ちゃんが行くとかですねご飯は誰がいるっていう<ー>そういうあのルールというかお家でのこう取り決めもいいかもしれないですよね。最終的にね全部お母さんが背負っちゃってなんか大変だわってですねなっちゃうとですね、うん、なかなかそれはそれで大変だと思いますので。 そしたら次回は来週になります。8月15日土曜日の8時から8時半、時間は同じです。